ビルベリーの果実ビルベリーは、スツジカスの貴族のいくつかの定寒牧種を指す。食用可能な果実が実る。最も多く言及される種は、西洋スノキであるが、いくつかの禁煙種が存在する。ビルベリーは、ホワートルベリー、ウィンベリー、ブレーベリー、ヨーロッパブルーベリーなどとも呼ばれる。なおブルーベリーは同じ、スノキ族のサイアナコカス説やマーティラス説など含めた。 総称、俗名であり、マーティラス説のビルベリーは、ブルーベリーの一種である。ビルベリー類は、スノキ属のいくつかの禁煙種を含んでいる。ビルベリー植物は、ファイトフザーアカーノビによって引き起こされる、ビルベリーブライトの被害を受ける。フィンランドのビルベリー果実ノルウェーで採取された、野生のビルベリー。ビルベリー類は、世界の温帯及び、 アカンタイ地域の至るところの酸性度が高く栄養、不足の土壌で見られる。これらは、スノキ族に分類される、北米の野生及び栽培種のブルーベリー類及び、ハックルベリー類と近縁である。ビルベリーの一つの特徴は、ブルーベリーのように房を作らず単一あるいは一体の、ベリーをつけることである。ブルーベリー類はより、常緑場を有している。ビルベリーは、 2 0センチメートルから6 0センチメートルの落葉性の低木で青紫色の果実をつけ、ブルーベリーの果実よりも小さいが味わい深い。ブルーベリーの果実の果肉は薄い緑色であるのに、対してビルベリーの果肉は赤色あるいは紫色であり、生の果実を食べると指や唇に濃い色がつく。ビルベリーの赤色の果汁は子供に正しい歯の磨き方を示すために、 ヨーロッパの科医によって使用されている。ビルベリー類は育てるのが極めて難しく、ゆえにほとんど栽培されていない。果実はほとんど公的に利用できる土地、特にフィンランド、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、イングランドの一部、アルプスの国々、ウクライナのカルパティア山脈ベラルーシ、ルーマニア、ブルガリア、 スロバキア、ポーランド、トルコ北部、ロシアで生育している野生の植物から採取される。オーストリア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スイスでは、個人庭園及び自然保護区を例外として、土地の所有権に関わりなく、ビルベリーを採取することは、自然教授権である。ビルベリーは、リンゴンベリーのように熊手で収穫できるが、より傷つきやすい。 ビルベリーはブルーベリーよりも柔く汁気が多く輸送が困難である。これらの要素のためビルベリーは市場などで生の状態でのみ入手可能である。フィンランドではビルベリーは森で採取される。これは生で食べたりジャムや料理に使われたりする。有名なビルベリーを用いた料理はビルベリーパイである。アイルランドではビルベリーは フローンとして知られており、フローンサンデーとして知られる7月の最終日曜日に伝統的に採取される。ビルベリーはまた8月のルーナサにも採取される。ビルベリーの収穫校はその年の残りの作物の出来を占うと言われている。ビルベリーの果実は生で食べるかジャム、プール、ジュース、パイに使われる。フランス及びイタリアではリキュールのベースとして使われ、 シャーベットやその他のデザートのための人気の香味料である。ブルターニュではクレープのための香味料としてよく使われ、傍お及び中央高地ではビルベリータルトは伝統的なデザートである。ルーマニアではビルベリーはアフィナータと呼ばれるリキュールのベースとして使用されている。ビルベリーは一部の蝶の幼虫の餌となる。俗に 眼性疲労や禁止に良い等と言われているが、人体に対しての薬効については、慢性静脈不全、網膜症に有効性が示唆されているだけである。アメリカ国立保管統合衛生センターは、ビルベリーの身や肌健康を改善させるという説を、指示する科学的根拠は十分ではないとしている。NC 医は、夜間の視力を改善させるという説について、 臨床試験ではその効果を確認できていないとしている。しばしば、ビルベリーは第二次世界大戦中に英国空軍のパイロットが夜間の作戦における視力をはっきりとさせるためにビルベリージャムを摂取したとする有名な話の中で言及されるとされるが、その話の出典は不明とされている。2004年のシステマティックレビューはランダム化比較試験を研究。 そうでない試験7研究から夜間視力の改善について厳格な試験による裏付けはないとした。ビルベリー由来のアントシアニンが VTT 作業の眼性疲労を徐々に軽減する作用が示したランダム化比較試験は7研究ある。ビルベリーは抗酸化作用を有するものもあるフラボノイド類の良い供給源として認識されている。ビルベリーの果実は アントシアニンやオリゴメリックプロシアニジンを含んでいる。アントシアニン含有量は同じ産地でも大きく異なり、市販されている40種の商品を検査したところ、10種類には全くアントシアンが含まれていなかった。ビルビリーの歯には比較的高濃度のクロムが含まる。歯は人体に有害とされ、 1.5g、kg の連日投与で死亡する危険があるとされている。ラットでの実験では、ビルベリー摂取が加齢を反変性といった目の疾患を阻害あるいは回復させるという予備的証拠が得られている。ありがとうございます。